はい、クロックの将棋実況さんとの、3切れの第2局目ですね、やっていきたいと思います。まあ、3切れに関してはまた後手ですか。3切れに関しては、一番弱い3切れですので厳しい対局になるのは分かっているので、頑張りたいと思います。横歩は受けないですね。うわ、こういうのがダメなんだな。また角換わりになってしまいましたね。いやー、じゃあ3切れだったんでね、まあ、なんか4五桂どっかでミスってくれればとか思ったんですが、取り込まなかった。3切れ難しいですね。マウス押すのも遅いですからね。これが戦後同型ってやつですね。前局は歩突きから攻めが入ってきたんですが、本局はどういう形になるのでしょうか。そうですね、入ったのであれば入りますか。まあ、後手なのでちょっと自分から仕掛ける必要はないというところですね。今回は、前局は自分から仕掛けていったんですが、本局は歩打ちですね。自分から仕掛けない形で、この仕掛けに対し、ちょっと待って、これ玉上がりじゃないんだ。本来玉上がってない状態での攻めだった。あ、そっちか。へえ。そうですね、ちょっとミスりましたね。完全にミスったんですが、ちょっとこれはやばい。これ引いて、なんか本来 いるはずなんですよね、王様が。ちょっとこれは完全にミスった。どうしよう。こうしますか。やばい、これ立ち往生しているぞ。明らかにやってしまった感がある。3切れで完全に焦りましたね。よし、走る手はあるかな。とボロボロ取られていく展開にしてしまいましたね。角かな。銀もあったと思うんですけど、銀打たれてダメかな。なるほど。これ決めきれるってことですか。落としてから決めきれるっていうこと、どこかで歩打てると思うんですよね。読み切ってるってこと。いや、いやー、わからない。でも、いや、でも読み切ってない気はするんだ。いや、そっか、書くか。1分。そう、待って待って待って、ちょっと待って。角打って、
1枚足りない気はするが。ああ、でもそれで足りちゃうのか。ひえ。そっかそっか。これで、霧から入ってこられて厳しそうだが。いきなり。そうですね。これで、どうあがいても詰んでしまうと。切っても、金で詰んでしまうと。ということで、ここで合駒してもダメということで、同歩も金、同歩も金捨て、同桂から金打ちで詰みと。ありがとうございました。やっぱ3切れやだ。3切れはダメだよ。3切れは余計ダメだよ。わけわからない、3切れ。ありがとうございました。いや、ちょっと、あの変化、王様の位置が、3一玉で成立してるんですけど、ちょっと、上がってしまったので、ちょっとこれは完全にやらかしちゃったなと思いましたね。この瞬間に対しても、一旦4七角成を入れるべきだったかもしれないですね。4七角成としておけば馬引きつけられそうな形ではあったので、ちょっとこれに対して、早指しをしてしまって、ちょっと、80手で負けてしまいました。そうですね、ちょっと、良くないですね。いや、3切れ、ただでさえちょっと気力差あるが、ちょっと3切れで差が 激しかったですね。ちょっと、踏ん張りが効かない形で攻めてしまったなという印象ですね。玉上がってた場合は同歩と応じる必要があったかもしれないですね。これに対して、本来3一玉で、まあ銀引くぐらいだったら別に問題なかったんでしょう。に、3三銀と引く手であれば、問題なかったんですけど、この5五銀出るの好きなんですけど、3一玉型じゃないと成立しないですね。入りとして、5五銀、同銀、同銀となった時に、6三銀と打たれる筋がありますので、ちょっと、これは成立しなかったですね。ということで、これに対しては、同銀と取ってもいいんですが、4五歩には3三銀と引く必要があったかと思います。まあそうですね、仮に、同歩、同桂、4四銀のような手も、どこかで考えられたんじゃないかなと思います。同歩、同桂に対して4四銀。で、それに対して、相手の方4六歩と打つような将棋も、少なからずありましたね。しかしちょっと、本局に関しましては、ちょっと、いや、完全にミスりましたね。いや、3切れさせる方って素晴らしいなと思います。ちょっと、本局はひどい将棋になってしまいましたが、そこはお許しをというとこで、そうですね、ちょっと第3局まで行きたかったんですが、これで、6戦全敗、辛いですね。まあね、いつか、急に、で逆転するときはあり、ね、急に、あれ？尚志勝ち始めたぞって思うときが、来るように、これからもね、勉強してまいりたいと思います。またね、さっき将棋勉強してて、本も、ちょっとね、今頼んで、それもまた読んでいきたいなと思います。まあ、最近はちょっと将棋の勉強しは、またできるような、なったので、ちょっとそこら辺で少しずつ勉強はしてて、そうですね、最近、まあ、少しずつ前より勝てるようになってきたのかなと思っておりますが、やはり四五段の高段者の方にはちょっと及ばないという部分はありますが、まあね、それでも、勝ってやろうという気持ちは
人知れずありますので、どこかで本当に勝ちたいなと思います。一度勝ったら、まあ、終わりじゃなくて、コンスタントに勝てるように、勝率5割以上キープできるようなね、指し手ができるようになればなと思います。ということで、本局負けてしまいね。じゃあ3局目、お楽しみされてた方、まあ、10期でお楽しみされた方いらっしゃるかもしれないかもしれないですが、ちょっと本局に関しましてはちょっと残念な結果になってしまったんですが、次局、またね、指す機会があれば、頑張って勝ちたいなと思いますので、もしよかったら見ていただけたらなと思います。まあ、これからもね、どこかで動画とかはやっていきますっていうか、そうですね、月曜から金曜、皆さんは、気づいてた方はいらっしゃるかなと思うんですが、全部5時半にちゃんと月から金上げてたんですよね。だから、ちゃんとそうやってコンスタントに上げられればいいなと思うので、まあ、そこら辺も頑張っていきたいなと思います。ということで、ここら辺で終わりさせていただきます。もしよかったら、クロックさんの方のチャンネル登録、高評価、そして僕の方もチャンネル登録、高評価などしていただければ幸いです。また、概要欄に、電子書籍、私が執筆した電子書籍の URL や、LINE スタンプし、あの、書いた LINE スタンプなどありますので、もしよかったら、見ていただけたらなと思います。ではでは、これから頑張っていきますのでね、今後ともよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。ではでは、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。お願いチャンネル登録のところでチャンネル登録できますので、よかったらお願いします。おすすめの動画というのもありますので、ぜひご視聴ください。概要欄に私の執筆した電子書籍のリンクありますので、よかったらそこから飛んでいただいて、買っていただいたら本当に嬉しいです。